ライデンフロスト効果とは、液体をその沸点より、はるかに熱く熱した、金属板などの高温固体に垂らすと、蒸発気体の層が、液体の元に生じて、熱伝導を阻害するために、液体が瞬時に蒸発してしまうのを妨げる効果の、ことである。メディアを再生する、この現象は、ライデンフロスト現象と呼ばれ、熱したフライパンに水滴を落とした時に観察できる。 高温の固体表面とその温度では蒸発する、沸点以上となる液体との両者の関係においての物理現象であり、固体と液体は温度条件さえ合えば特に限定されないが、以下の説明を簡単にするために、フライパンと水で説明する。フライパンの温度が摂氏100度近くかまたはそれ以上になった時、その表面に水滴が垂らされると、水滴が フライパンに接する部分が気か蒸発して薄い蒸気の膜を作り水がそれ以上フライパンと直接接することを阻むことになるこの蒸気は水滴がフライパンに接触するたびに瞬間的に水滴とフライパンとの間で生じまた水蒸気の対流によって加熱された水滴の下部から常に新たな水蒸気が補給されるために フライパンと水滴との接触はほとんど起こらなくなる。両者の接触がないために、熱の伝達が非常に遅くなり、水滴の蒸発に時間がかかる。また、この水蒸気の膜の上に浮いている水滴は、フライパンとの摩擦が小さくなるため、容易に横滑りするようになる。ドイツの石井オハンライデンフロストが1756年の論文。 エアクリーカムーニーズノントナリスクアラティティバス、トラクテタスで論じたためにこの名がついた。現象自体は1732年にオランダのヘルマン・ブールハーフェによって観察されている。水では、摂氏140度付近で反転した後、摂氏300度付近で再び反転する。出典によって、ライデンフロスト温度の定義が異なっており、ライデンフロスト現象が最高となる温度、 ライデンフロスト現象の始まる温度の両方が混在して用いられていると推定できる。ライデンフロスト現象では高温個体の温度変化に応じた液体の蒸発時間に得意なピーク点が存在する。例えば、水では個体表面側が摂氏90度から140度付近までは、雫は高温になるほど早く蒸発するがそれ以降は140度付近から300度前後までは、 温度が高いほど蒸発に時間がかかるようになり、300度前後でピークを迎えた後は、再び温度が高いほど早く蒸発する。この300度付近にあるピークの温度は、ライデンフロスト温度と呼ばれる。ライデンフロスト現象が起こる温度は高温固体側の表面濡れ性も関係するという研究もある。ライデンフロスト温度を予測することは難しい。液滴の量を同じにしても、 加熱板表面の性質、液体に含まれる不純物などによって大きく変わり得るからである。理論的なモデルを使った研究が行われているが、これは非常に複雑なものとなっている。荒い見積もりでは、水一滴をフライパンに落とすケースの場合の、ライデンフロスト温度は摂氏160度となる。ABC 高島武雄、飯田義弘著、蒸気爆発の化学消化棒。 1998年11月25日、第一版発行、ISBN4 から785387009。http ジョリスチインター、都会 SC、JIRGOJP、プットフ a JIR リ,リサーチ -2005 から016、PDF ハット、放射線触媒による、熱特性の改善。東京大学原子力専攻。 2004年8月7日時点のオリジナルよりアーカイブ。2008年5月22日閲覧。ベルナルダンマダワー、A キャビティアクティベーションバブルグロースモデルオブザ、ライデンフローストポイント、トランザクションスオブザアスミ。ありがとうございます。